白秋の点字講座、今回は口と意思という字の書き方について説明します。まずこの口ですけれども、口はですね、ちょっと舌を狭くしていく、こうしてこの最後の隠すの閉じ方ですね、この立つ線のこの途中から こっちはちょっとやる、ここは出ました、ここも出ました。これをですね、こう書いて、こう書いて、こう書いて、こういうふうにきれいにこう揃えて閉じますと、なんかベタッとした感じになりますね。これをですね、下の横線、同じ真横を描きましても、ここが出てることによって、このここをこうした時に少しこう右上がりのリズムがありますから、字に少し動きが出ます。これは両端がベタッとついてますから、あんまり動かない、せいせいせい、せいというのはこうすることで動的な雰囲気になりますね。もう一度書いてみますね。こう書いて、こう書いて、こう書いて、こう、少しこういうイメージですね。まあ口はいろいろありますけど、こういうふうなキリッとした、同じく同じ書き方してもこう書いたり、もっと丸めてこう書いたり、それぞれ好みに合わせて、これは、冷ややかでキリッとした、これはポチャッとした温かみのある雰囲気に変わっていきます。以上、この口の書き方を説明して、次ですね、 その口って字を利用して、この石って字ですね、この石って字を書いています。石をまずこう書いて、こうして、で、先ほど説明した口の閉じ方、少しここに閉じることを出したんですね。例えばここはこう中心としましたら、これは中心にこうちゃんと書きますよね。これに対してこうして、口ですけど、口はこちらにこう壁がありますから、少し中心よりは少し右になります。はい、口のこの口の中心はこの辺ですね。ですから口だけ見ますと、ちょっと右側に、これをですね、中心に対して、はい、一応中心に書きましたね。こうしてこの中心に口を書いてますね。中心にこうして中心に口だったらもうこの前ですね。はい、なんかこちらが広くなって、こちらがすごく狭く感じますね。ここのこれもこういうイメージになって、こちら少しこういうイメージですから、もう一度書いてますと、石って字はこうして、こうして、少し口は左に壁があり、こちらの壁があります。口はちょっとこちらへ寄った書き方、これが、美しい石の書き方ですね。以上、口と石の書き方についての説明を終わります。